今度は私が幾何学の庭園を案内する番だ。私の名前はエッシャーだ。20世紀のオランダの芸術家だ。幾何学がいつもインスピレーションを与えてくれたので、不思議なタイルのデザインで私の右に出る者はいない。これは球面鏡に映った私の自画像だ。私の最も有名な版画作品の一つは、平面に描いた何匹ものトカゲが描かれた紙から何とか脱出しているところを描いたものだ。高いところからトカゲは平面的だった自分たちを理解しようとしている。これから見ていく四次元世界を理解するために、この私の版画とある短編小説とに現れているアイデアを使おう。この短編小説は19世紀の終わりにエドウィン・アボットというイギリスの牧師が出版したもので、平らな国という題名だ。これからこの国の平らな生物、つまり平面上で生活している生物に対し、我々がよく知っている三次元の物体というものの説明を試みよう。つまりこのトカゲのうちの一匹が哀れな平らな状態から何とか脱出して、彼の世界が一望できる展望台に登りついたとしよう。彼は他のトカゲにどのようにして三次元の物体の存在を説明するだろうか。最初の試みとして、三次元の物体を運動させて平面世界を通過させてみることができる。例えばこれは4つの面を持つ四面体だ。これがトカゲの平面世界を通過している。平面生物は緑色の三角形が突然現れ、徐々に小さくなって消えていくのを見る。平面生物が見るのはそれだけだ。平面生物は感覚が完全に平面に制限され、平面世界の外側のものは何も感知できないからだ。トカゲは緑色の多角形が現れ、形が変化し消えていくのを見るたびに、平面世界を横切ったその物体の形を想像するだろう。横切った断面の形から物体の形を知るのがどんなに大変なことか見てみよう。これから平面を横切る物体の形を当ててみるとよい。これは四面体だ。さてこれは何だろう。これは立方体だ。この平らなトカゲが我々と同じ三次元的な視覚は持っていないことを忘れてはならない。緑色の変化する多角形だけから物体の形が分かるためには、深さというものを理解できるまで物の見方を進化させなければならないのだ。これは何だ。8個の面を持つ八面体だ。そしてこれは二重面体だ。20個の面を持っている立体だ。そして最後に12面体だ。12個の面、20個の頂点、30本の辺を持っている。これからは断面だけを見せよう。
その断面から多面体を当ててごらん。これは四面体だ。これは立方体だ。だんだん難しくなってきたと思わないかな。我々には自然にわかる第三の次元だが、二次元に捉えられた生き物が第三の次元を少しでも理解するには幾何学的直感が必要だということが分かっただろう。我々も第四の次元の感覚を持つためにはちょうど同じような問題を抱えている。多面体を平面世界のトカゲに説明する2番目の方法を説明しよう。まず多面体を膨らませて頂点と辺と球面の上に押し付ける。それからステレオグラフ遮影でトカゲのいる平面に映すのだ。そうすれば平面世界のトカゲにもその光景が見えるだろう。球面を回転させることができるから四面体も地球を映してみたときと同じように回せるのだ。立方体を見てみよう。頂点と辺と面の数がわかる。さて、八面体の番だ。色分けした八つの面が見える。辺の遮影は円弧になっているのがわかるかな？今度は二重面体だ。これは他のよりも複雑な形をしている。だがトカゲにとっても理解するのは難しくない。20個の面、12個の頂点、30本の辺があるのがわかる。全部数えられたかね。最後にこれは幾何学の宝石、12面体だ。
それでは少し練習してみよう。二次元の中に入り込んで、ステレオグラフ写影を見て、多面体を区別してみよう。優しいことだろう。四個の面と、六本の辺と、四個の頂点。そうだ、四面体だ。ではこれは何かな。6個の面がそれぞれ4本の辺を持つ。分かっただろう。立方体だ。さらに複雑になったかな。面は三角形で、各頂点からは5本の辺が出ている。面の数はたくさんある。多分20個かな。二重面体だ。よくできた。十二面体を見てみよう。面は五角形だ。数えてみると十二個の面がある。それぞれの頂点から三つの辺が出ている。この五つの立体はいつも幾何学者を魅了してきた。ギリシャの哲学者は一つ一つに世界を構成する元素を割り当てて、5つの立体に神秘的な役割を与えた。これらの図形はプラトンの立体と呼ばれているのだ。結論が出た。平面世界にいたら第三の次元の感覚を持つのは大変だということだ。第三の次元を分かるにはいろいろな方法があるが、ステレオグラフ写影を使えば何が起きているかよくわかるということだ。さあ、第四の次元への準備を整えよう。これからは自分たちの想像力を使うのだ。